はい、ちょっと緊急で動画を回させていただいてます。ちょっとですね、僕すごくお腹が空いていて、ウーバーイーツを頼むことにしたんですよね。で、楽しみにしてて、っていうのも、焼肉食べたいなと思って、焼肉弁当頼んだんですよね。めちゃくちゃ美味しそうで、写真では。で、それプラス実はうなぎも食べたいなと思ったんですよね。なので、今回贅沢に2つ頼むことにしたんですよ。ちょっと贅沢ですけど。はい。で、すごい楽しみに待ってて届いたんで、まあ、さあ食べようかなと思った時に、ちょっと蓋開けたんですが、ちょっと僕のイメージと違って、いや、これちょっとクレーム言った方がいいんじゃないかなと思ったんですが、いやー、俺の勘違いかなと、最近ちょっとコメント欄でも、竹野内さんちょっと常識おかしいですよってよく言われるんで、あ、僕の感覚多分おかしいんだろうなっていうふうに思ってるんですけど、ちょっと皆さんの意見を聞きたくてですね、ちょっと見てほしいんですよね。ね、これなんですけど、これですね。はい、これ焼肉弁当なんですけどね。まあ、2500円ぐらいの焼肉弁当なんですよ。僕の一人前のこの感覚がおかしいのかなと。まあ、普通はね、なんかこう埋まってるイメージしてたんですが、まあ、一枚だけこう焼肉が乗ってるっていうことで、あれ？ってなったんですよね。でもまあまあ、もしかしたらこの1枚がめちゃくちゃ美味しくて、なので2500円ぐらいの価値があるのかもしれません。ただまあ、ちょっとなんか満たされないなという気持ちにはなったわけなんですよね。皆さんどう思われますかね。で、まあこれはいいとしてですね、良かったなっていうのが、この焼肉弁当だけじゃなくて、僕は今回、このうなぎ弁当も頼んでたんですよね。うなぎ弁当も。はい。で、これ開けたんですよ。これ、やばくないですか？超ゴージャス。あ、やっぱこれだよね、と。な、これに比べたら、ね、どっちかというと、あ、こっちだな、というふうに僕思ったんですよね。で、いざ、まあ、じゃあこのゴージャスな、ね、うなぎ弁当から先食べようかなと思って、こう、ふと、こう開いてみたらですね、こんな感じになってまして、ちょっと、わかるかな？よいしょ。あれ？こういう、ご飯がですね、ご飯の割合がこんだけなんですけど、あれ？って。なんかこれも、僕ちょっと一人前の感覚が僕の中でおかしいのかな、というふうに思ってまして。で、ちょっと、多分ですけど、入れ替わっちゃったのかなと。Uber Eats で運んでる間、こう揺れたりするんで、もしかしたらこのうなぎとそのご飯の割合が少ないのも多分焼肉弁当とうなぎ弁当が入れ替わっちゃったのかなっていうふうに思うんですよね。だから具材だけが。ね、それはそれでちょっとクレーム言った方がいいのかなとか、いろいろ考えていて、ちょっと悩んでまして、皆さんの意見をちょっと聞きたいなと思って、ちょっと緊急で動画を撮らせてもらいました。いやー、ちょっと悩みますよね。はい。ということで、皆さんの意見待ってます。失礼します。